さて、2022年11月の QYLD 分配金が発表されました。今回は、東証に上場している QYLD についても分配金情報が出ておりますんで、そこら辺も紹介していきたいと思います。まずは結論から。こんな感じになってます。各種カバードコール ETF。先月と大きな変化はないんですけど、XRMI なんていうのは YOY でマイナスになってるっていうところがですね、今月の大きな違いなんじゃないでしょうか。 では今回もいつものように配当金情報、そして株価と利回り、日本に上場している QYLD の分配金情報をご紹介していきまして、最後にプラスアルファとして、僕の母親の分配金状況っていうのも久々に紹介してみたいと思います。まず配当金状況をこんな風に今年1年分列挙しました。まあ今年についてはですね、年初来から QYLD 価格も大きく下落してきて、 NAV の1%を上限として分配金も支払われることになりますんで、分配金額としてもやはり年初来からどんどんと減少してきているところです。増配率で見てみてもこんな感じでして、QYLD なんかは今年はこのまま行くとですね、12ヶ月連続で前年割れっていう感じになるでしょう。ここからですね、株価について見ていきたいんですけれども、今月はなかなか激しい1ヶ月でしたね。稲妻、輝きましたね。なんと、トリプル Q。 過去20年で6番目の大高騰ということで、2022年の11月10日、トリプル9が前日比プラスの7.38%という大高騰しました。CPI の値が予想を下回ってきて、インフレのピークアウト見通しが立ったというところでですね、一気に買いが入ったと。この日は、世界1位の大企業アップルは1日で27兆円も資産が増加したっていうようなニュースが出てました。ただ、 こんだけですね、トリプル9が大きく上がったんですけれども、1ヶ月で見てみると、実は一番成績良かったのは S&P500、プラスの6.8%という結果でした。トリプル9は11月に入ってからですね、前半大きく下落したっていうところもあって、1ヶ月間で見ると、実はラッセル2000にも負けてるっていう結果でした。こんな風に触れ幅の大きな相場。そんな中でチェックしていきたい ETF っていうのが、このリスクマネージド ETF。そして、 ローボラティリティな ETF ですね。具体的には QRMI、XRMI、そして JEPI ですとか JEPQ っていうところ、株価について見ていきましょう。まずはトリプル Q、QYLD、QYLG、QRMI です。1ヶ月間の株価推移としてはやっぱりトリプル Q が一番良かったです。この11月9日までは一番低かったんですけども、1日で大逆転しております。 逆にこの QRMI、リスクマネージドインカムの ETF については、ここでの上昇幅っていうのはなんと2.28%しか上がっていないということで、稲妻が輝く瞬間っていうのを逃しちゃってる。そんな結果になっております。続いて、XYLD、XYLG、XRMI についても、まあ、ほぼ同じような結果ですね。11月入ってから S&P500 大きく下げております。そして10日にかけて S&P500 も大きく上昇してるんですけども、 この XRMI とか、XYLD もほぼ上がっておりませんね。なんと10日の成績 XRMI はプラスの0.66%ということで、大きな下げに強いと分かっていてもちょっときついところありますよね。ラッセル2000の ETF やカバードコール ETF はこんな感じでした。この日ですね、ラッセル2000っていうのもプラスの6.16%。一方で、この RYLD なんていうのはもうほぼほぼ上がってない感じしますね。そして気になるところ、ボラティリティの小さい ETF として認知されている、この JEPI なんですけども、この1ヶ月間で見ると、JEPI っていうのはプラスの5.9%ということで、めちゃくちゃ優秀な成績を出しておりました。ただこの10日の日の上昇幅っていうところで見ると、XYLD や RYLD よりは高いんですけども、QYLD より低そうですね。具体的な数字は後から見ていきたいと思います。 そして、この1ヶ月間、JEPI と JEPQ の成績はこんな感じになっています。実は、ここのですね、10日の日の上げ幅っていうのは JEPQ の方が高かったんですけども、1ヶ月間で見るとこれについても JEPI の方が優秀っていう結果でした。こんな感じでいろんなパターンの株価数を見てきたんで、後からちょっとまとめを紹介したいと思います。ちなみに、 今月については JEPI の構成銘柄っていうのはほとんど変化ありませんでした。年初来のトータルリターンっていうのは VOO に比べて大きくオーバーパフォームしております。といってもまあマイナスなんですけどね。 もちろん、ボラティリティについてもしっかりと抑えられていて、本当に ETF のコンセプトがしっかりと守られているような、そんな一年だったと思います。さて、いろいろとですね、紹介してきたんで、ちょっとまとめてみたいものがこちらになっております。QYLD、XYLD、JEPI、JEPQ という4つを見てみると、1ヶ月間で一番正式良かったのは JEPI です。ただ、10日の日に限って言うと、JEPQ が最も優秀という結果になっておりました。 先月上昇局面でちょっと JEPI は弱いかもというような話をしていたんですけども、そこについてはですね、僕の完全な間違いでした。JEPI。しっかりとこういった上昇局面。VOO にはやっぱり負けちゃいますけども、ある程度ですね、カバーしていくことができる。本当に優秀な ETF だったなと、1ヶ月振り返ってみて思います。ただやっぱりですね、リスクマネージドインカムについては、その ETF の性質っていうところもあるんですけど、稲妻が輝く瞬間、 やっぱり恩恵をですね、全然受けれないという結果が得られておりました。そして全般的に見てみて、エクイティインカム、JEPI などですね。これっていうのは QILD などグローバル X が提供しているカバードコール系に比べると上昇局面しっかりといい成績出しておりました。僕自身持ってはいませんけど JEPI マジでいい ETF だなと思っております。ではいつものように分配金から想定する平均利回り見ていきましょう。 12ヶ月の分配金っていうのはまだ不明なので、1月から11月の平均、ここから算出してみました。仮想の合計としてはこんな値になります。これぐらいの分配金がもらえるという想定で、さて、あの時、QYLD を買っていたら、どれぐらいの利回りになっているのか、YOC 目線で見てみましょう。これのショックの暴落直前、24ドル。この時だと利回りが9%でしたが、 暴落の底、18ドルで購入できたら、利回りは12.28、そして現在は、なんとこの暴落の底をさらに割り込んで16.5ドル、利回りは13.39%となっております。一般的にはこの QYLD などは NAV の1%を上限とするっていうところなんで、株価が横ばいなのであればだいたい12%ぐらいに落ち着いてきます。XYLD についてもまあ似たような感じになっております。暴落の底で買ってれば15.74%、そして RYLD、 これはですね、暴落の下げ幅もなかなかのものでした。その時買ってたら利回りは17%。ダウ30種工業株のカバードコール ETF についてはこんな感じになってます。現在結構底打った感は出てますね。利回りとしては10%くらいです。QYLG。これはカバードコールとトリプル Q。この組み合わせみたいな ETF になってくるんですけども、利回りはざっくり半分の6%台になってきます。4%ルールで。 資産を切り崩していきたい人にとっては結構都合のいい利回りだと思ってます。XYLG。これは QYLG の S&P500 番になってきます。現在ですと25.8ドルで利回りは6.36%。さて、ここからが問題児。QRMI。上場したタイミングもあんまり良くなかったんですけども、下がりに下がって現在18.1ドル。利回りとしては10%です。 さっきも紹介しましたけども、この ETF についてはリスクマネージドインカム、大きく上昇や下落しないような仕組みの ETF になってます。コロナショック前に登場してればみんなからですね、賞賛の声があったでしょうに、残念ながらですね、先に稲妻の輝く瞬間が来ちゃったっていう感じの ETF です。XRMI も同じような感じなんですけども、分配金の増え方っていうのは非常に好調でして、QRMI に比べると利回りは高くなってます。そして JEPI、ELN という仕組みさえ それと、ローボラティリティな銘柄で構成されているっていう ETF です。さっきも紹介したように、今月の株価上昇も優秀です。そして、利回りは現在11.17%。トータルリターンで見ても、今年については S&P500 を大きくオーバーパフォームしております。さて、さらっとですけども、続いて、日本に上場しているカバードコール ETF、分配金情報も出てましたので、紹介したいと思います。 実はここ最近、日本の東証に QYLD と XYLD が上場しております。東証 QYLD の分配金出てましたんで、ちょっと見てみましょう。グローバレックスジャパンのホームページに分配金情報出てました。銘柄名、グローバレックスナスタック100カバードコール ETF2865 番ですね。これ、収益分配金については、100口につき700円となっております。分配支払いは12月の19日ということです。 ナスタック100カバードコール ETF の株価っていうのはこんな感じ。988円ということで横ばいが続いているっていうところでしょう。で、これの700円っていうところについて言うと、QYLD っていうのはざっくり利回り12%。米国の月換算すると1%ぐらいになるんですけども、東証 ETF が988円ぐらいって考えると、分配金ちょっと少ないかなっていう感じしますね。 一方で p、p f f d もう一つ、同じタイミングで上場したものは、想定利回りに対しては、だいぶ高い分配金情報となっておりました。これら二つですね、まだ上場して間もないものでして、米国の ETF でも言えるんですけども、上場したてっていうのは、分配金結構ブレたりします。まあ、資産がですね、急激に入ってきたりっていうところもありますんで、もう数ヶ月ですね、ゆっくりと様子を見てみましょう。今後も軽くですけども、分配金情報だけ、セットで紹介したいと思います。そして、最後に、 僕の母親の分配金。これについても簡単にご紹介したいと思います。あ、全然関係ないですけど、私事で、ちょっとアイコン、キャラ変えてみようかなと思って、こんな感じのキャラにしてみました。ピクトグラムね、ちょっと味気ないかなと思ってはいたんですけども、なんかいいのないかなと思った時に、可愛らしいやつ見つけたんで、こいつでしばらく行こうと思います。今後もよろしくお願いします。僕の母親の分配金情報については、実は過去の動画でもちょっと紹介してます。 60歳の母親がですね、ちょっとだけですけど余裕がある資金でこんな風な投資してますっていう動画になってます。まあ、60歳なんてまだまだ先だよと思いながら今投資してる人、よろしければ概要欄からでも一度見てみてください。現在の僕の母親のポートフォリオです。一応、積み立てニーサで楽天 VTI やってるんですけども、スポット購入してる米国の ETF については、 vym, jepi, xyld があります。毎月の入金としてはもう積み立てに s しかやってなくて、ETF についてはこれ以上買います予定はありません。購入したタイミング悪くなかったんで、まあドル円の影響もあって、少しですけどプラスになっております。分配金情報としてはこんな感じでして、毎月数十ドルですけども分配金が出てるっていう状況です。このわずかな分配金ですけども、q y l d ぐらいだったらこれで再投資することも可能なんですけども、母親に聞いたら、 気が向いたら使うわーというような感じでですね、高配当 ETF に投資しているのに配当金別に使うわけでもない、再投資するわけでもないという形で、あの僕が無理に、ね、こうしろよ、正論ぶつけても仕方がないと思うんで、母親の意見をある程度尊重しようと思ってます。ただ気が向いたらっていつやねんというのがあってね、ちょっと証券会社にただドルを寝かせておくのも,もったいないなと思ったんで、ここで外貨建ての MMF、 これをですね、やってみようと思って、先月ぐらいからですね、運用しているところです。皆さん、ドルの分配金出た時ってどうしてますかねなんとなく置いてるだけの人だったら、ぜひ、この MMF 活用してみてください。金利が今上昇している中で、結構投資家の中で話題なんですけども、マネーマネージドファンド。これ何かというと、リスクゼロではないんですけども、極限までリスクを下げた投資信託だと思ってください。非常に安全性の高い、 高社債、そして短期金融商品に投資することで、リスクを下げて少しだけちょっと金利をもらっていこうっていう、そんな投資信託になります。換金も簡単にできるんで、ちょっとドルが手元に余っている時なんかっていうのはこれ活用するのおすすめです。それが現在は金利こんな感じになってます。これ楽天証券の外貨建て MMF のページになっております。僕の母親が運用しているものですと、こちら。ゴールドマンサックスのベイドル建て MMF なんですけども、 年率なんと3.23%。外貨建てベースの元本割れリスクっていうのがめちゃくちゃ低いのに小乗り回りということで、いつかキャッシュとして使うってことも踏まえると、この MMF っていうのはかなり魅力的だと思います。そんな中で僕はですね、MMF 楽天証券かなり使い勝手いいなと思って気に入ってるんですけども、楽天証券の MMF についても少しご紹介したいと思います。それが何かっていうと、例えば MMF でドル運用してても、 あ、やっぱり今、この株買いたいな、この ETF 買いときたっていうのがね、暴落など来ると訪れます。そんな時なんですけども、楽天の MMF っていうのは、米国株を購入するときにも、MMF で運用してる資産も、そのまんま買い付け余力として反映してくれます。ここのチェックボタン入れて購入したら、米国株の購入にも回ってくれるっていうことで、作業効率もめちゃくちゃ簡略化されて、 しかも効率的な運用ができるっていう形になってます。ドルの配当金出た時に、いかに早く投資に回すことができるかっていうのも、やっぱり投資の基本になってきます。どっかの書籍じゃないですけども、お金は寝かせず働かせましょう。まあ、MMF 使ってて、母親がちょっと下ろしたいよって言ってきたら、その場ですぐに解約しちゃって、円に戻せばいいっていうことで、ETF だとそろそろ配当が、とか、いや、最近ちょっと急に価格が下がってるし、みたいなね。 なんか売りたくないっていう気持ちが働きますけども、外貨ベースでの価格変動がほぼないっていう意味では、売るときの精神的なストレスがないっていうのも一つの魅力だと思います。ドルを寝かせてる投資家の皆さん、よろしければ一度、検討してみてください。それでは一つ無料で手に入る、無料で手に入る投資本のご紹介をさせていただきたいと思います。株式評論家、ビーコミさんこと坂本慎太郎さんの、初めての資産運用という書籍が無料プレゼントになってるっていうキャンペーン情報です。 僕も他の YouTuber さんの紹介で拝見したんですけども、これがめちゃくちゃ面白くてわかりやすい本でした。この方自体は松井証券の動画とかでもよく登場してて面白くわかりやすく解説してくださってるんですけども、個人投資家育成のための心トレード研究所を運営されております。正直、今無料書籍って結構いろいろあるんですけども、 僕もいろいろ読んだ中でこれを推す理由っていうのはやっぱり資産分散についてしかも中長期目線で書かれてるっていうところです。株の中でですね、後輩透明柄はこれがいいみたいな書籍は結構多いんですけども様々なアセットについて書かれております。債券やリートの性質だけじゃなくてそういったアセットについてどういうタイミングで購入していくかっていうような具体的な例も紹介されておりました。そして後半部分では年代別のポートフォリオ提案。 20代だったらこういう感じ、50代はこんな感じっていうのを具体例挙げて紹介されておりまして、これをもとに自分のポートフォリをちょっとこんな風にアレンジしていこうなんていう参考になるような具体例になっております。概要欄にリンクがありますんで、そちらから申し込んでいただくと PDF もらえるんですけれども、さらに正本版でゆっくり読みたいという場合には、住所情報を入れたりしたら、なんと無料で正本版送ってくださるっていうことです。 キャンペーンについてはなんか予告なく終了するらしいんで、今のうちにですね、概要欄のリンクから飛んでいただきまして、この赤枠の部分ですね、ここタップしていただきますと、チャット形式でここに情報を入力していただければ PDF データがゲットできます。株式だけじゃなく様々な金融商品に分散して資産運用していきたいという方、ぜひこちらゲットしてみてください。さて、今回は QYLD シリーズ分配金速報のお話と、僕の母親の 最近の運用状況でした。小額ですけど、ぼちぼちと配当金入ってくることを楽しみにしてくれてるんで、僕個人的にはですね、非常に満足しております。ちょっとでもね、家族にも投資に興味持ってもらえればなっていう感じなんですけども、あと1回で今年1年の分配金合計が決まっちゃうんですけども、QYLD はほぼほぼ前年割れは確定でしょう。一方で JEPI 今年ガンガンの増配でしたね。さあ、トータル1年で何プラスになるんでしょうか 来月ですね、総括的な形でご紹介したいと思います。それではまた次回の動画で会いましょう。ご清聴ありがとうございました。